いよいよレースが始まります。シグナルに注目。東大ソロックのレースが始まった。まずトップに出たのは3コース、レッドのマシン。3コース、ここまで安定した走りを見せているぞ。レースは終盤戦。3コース、依然トップのまま独走態勢に入っている。このまま逃げ切って出走コース、最後の1周に入った。3コースゴールイン。ゾノマチンも素晴らしい走りだったぞ。